こんにちはスタイリストの大山俊です今回の動画では11月の大人のコーデベスト3というテーマで 皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、11月というと結構ですね、気温的には下がってきて、まあ、晴れの日と天気が悪い人ではですね、結構ですね、気温の差が大きい季節かなというふうに思っています。まあ、暖かい時にはですね、結構秋の延長線上で着こなしが楽しめるわけなんですが、本当に寒い時だとコートがないとしんどいなという時なので、まあ、ようやくですね、秋から冬の様々な着こなしが楽しめる季節に にななっったかなといいう,うに思っています、まあ、僕は寒がいなので基本的にはですね重ね着をしたいですとかコートを着るのが好きなんですが、まあ、この季節というのはですねさまざまなアウターを着分けながらですね 着こなし自体を楽しむようにしてるんですね。きっとですね、視聴者の皆さんも11月の着こなし、どんな形ですればいいのかわからないという方も少なくないかなと思うので、今回は具体的にですね、3パターンのアウターを使って、大人の着こなしというものをですね、ご紹介したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。まあ、それぞれですね、参考になるようなアイテムは、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。 まあ僕自身もですね、今回の動画を撮りながら、これから11月に向けて、どんな着こなしを楽しもうかというところですね、改めて確認したいなと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなというふうに思ってます。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの今日をですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でも解説をしています。ちなみにですね、僕が今着ているこちらのシャツなんですが、 僕自身のオリジナルのブランド、そうというものがあるんですけども、そちらのですね、企画で作ったものなんですが、こういったオリジナルアイテムのですね、企画から製造まで、その過程をですね、全部お見せしているのが、僕の YouTube のメンバーシップチャンネルの面白さの一つなので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからですね、具体的なコーディネートを皆さんにお見せしたいなというふうに思ってるんですが、まず一つ目はですね、僕が今着てるこちら。 ジップアップブルゾンですね。これを主役にした着こなしになっています。こちらは今季のユニクロ U のもので、まあ、かなり人気のあったアイテムですね。これね、やっぱり使い勝手がいいので、ようやくですね、11月に入ってガンガン活用できるかなというふうに思っています。まあ、単品で見るとですね、なかなかベーシックで失敗するとおじさんっぽく見えやすいブルゾンなんですが、まあ、その内側にはですね、ストライプのシャツを着ているわけですね。 襟はですね、こういったバンドカラーになっているもので、襟元スッキリしているのが特徴です。こちらはですね、えっと、昨シーズンのプラス J のものですね。これまたすごく気に入っていて、僕は2枚持っているわけなんですが、まあ、ストライプの雰囲気がね、これは断然いいんですよね。まあ、ストライプシャツ僕は好きでいろんなものを探してるんですが、 なかなか本当にいい配色のものって少なくて、こちらはですね、ブルーとホワイトのちょうどいいバランス、非常に良くてですね、気に入ってるんですね。 で、襟元もちょっとクレリックっぽくなっていて、本体はストライプなんですが、襟の部分は白くなっているというところの変化球、ここがですね、個人的に気に入っています。まあ、こういった形で、竹の短いブルゾーンと、シャツはちょっと裾が長いので、バランスとしては、ブルゾーンよりもシャツがちょっと長いという形で、このアンバランス感をちょっと楽しむような竹の長さになっています。 で、ボトムスに関してはですね、グレーですね。まあ、色はダークグレーで、ほぼブラックに近いんですが、そういったこう、スラックス調のアイテムを合わせています。こちらは今季のグリーンレーベルのもので、以前動画でもご紹介させていただいたものですね。こういったブラックのアウターとグレーのボトムスというのは相性が間違いなくいいので、このような形で上下はモノトーンで組み合わせるようにしています。そして足元はですね、 ダークグレーからホワイトのソックスになって、ライトグレーのニューバランスという形で合わせています。まあ、スラックスとニューバランスの相性がいいのと、あとはやっぱりね、スニーカーの中で今一番旬なのは間違いなくニューバランスかなと思っているので、足元にですね、こういったものを持ってきています。 まあ、992というですね、ちょっとレアなモデルなんですが、これが最近ですね、気に入ってよく履いているんですけども、まあ、こういった形で少しですね、レトロ感のあるようなスタイルを組んでみました。まあ、この着こなし自体はですね、まあ、カジュアルさもあるんですけど、シャツが入っているので、一定の小綺麗さというところが出せるかなと思うので、ぜひ大人の男性にもトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、特にですね、僕はシャツというアイテムが好きで、よく使っているわけなんですけども、まあ、こういったブルゾーン自体がカジュアルな 時ににももシシャャツツが混ざるるるだだだけけでででいいいいぶ大人っっぽくななのの皆さんすすねシャツはといとろいろと揃えててたか思ます、まあ、このような着丈の短いブルゾンっていうのはですね、動きやすいんですね。まあ、この後ご紹介しますが、まあ、着丈の長いコートはやっぱりですね、寒い時には便利なんですけども、ちょっと暖かい11月の時にはですね、邪魔になってしまうことが少なくないので、こういったスタイルも持っておくと便利かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思っています。 はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、今回の着こなしの主役はこちらですね。一番外側に着ているアウターなんですけども、いわゆるマウンテンパーカーみたいなものですね。僕が着てるのはですね、アンドワンダーというブランドのものなんですが、 こういったシャカシャカ系のスポーティーなアウターっていうのはまさに秋だとか10月後半から11月ぐらいまではですねめちゃくちゃ使えるので個人的に大好きなんですね、まあ、これを一番外側に持ってくることで、まあ、ある程度の雨風は防ぐことができるので、まあ、結構ですね11月でも暖かく過ごすことができるんですね、まあ、こちらをメインに添えながら内側にはですねまたシャツを着てるわけですね まあしょうごみもなく好きなのでよく切るわけなんですが。 襟型は今回もバンドカラーシャツ。まあ、スタンドカラーシャツとも呼びますが、まあ、この襟型が重ね着するときに楽なんですよね。普通の襟が付いているものだと、どうしても上に重ねると襟の収まりが悪くなることがあったりするので、個人的にはですね、バンドカラーシャツがすごく好きで、こういったちょっとスポーティーな着こなしの中にですね、あえて混ぜ込むような形にしてるんですね。こちらはですね、同じくプラス J のもので、 色味のオリーブがすごく良くて、個人的にすごい気に入っているんですね。プラスで今年の秋冬も発売になりますが、まあ、本当にですね、シャツが個人的には一押しなんですね。決して派手さはないんですけども、重ね着にですね、すごく使いやすいものがたくさん出てくるので、今季の秋冬はぜひ皆さんにもチェックしていただければなというふうに思っています。そしてボトムスはですね、今度ブラックのスラックスですね。これはですね、ユニクロ U ですね。 なんだかんだで、ユニクロのコラボレーションモデルが僕は好きで、普段着に落とし込んで着ることが少なくないんですね。まあ通常ラインもいいんですけども、やっぱり特別感があって、なおかつトレンド感の強いですね、プラス J だとか、あとはユニクロ U というのはですね、ちょっとおしゃれが好きな方にとっては使い勝手がすごくいいので、ぜひ皆さんもですね、普段の着こなしにミックスしていただければなというふうに思っています。 でブラックのスラックスなんですが、シルエットはですね、先ほどのグリーンレベルのものに比べると結構ゆったりめなんですね。まあ、こういったスポーティーなアウターに対してえ、ボトムスをですね、僕は少し緩めにするのが好きなので、あえてですね、サイズ感というところは変えるようにしています。まあ、上半身は割とコンパクトで、ボトムスに少しゆとりを持たせるようなシルエットですね。まあ、そういった形で合わせています。 で、足元のスニーカーなんですけども、先ほどのニューバランスでも全然問題ないんですが、今回はですね、アディダスのスーパースターですね。これは昨年エディフィスで購入しました別注のモデルなんですが、まあ、白に見えるんですけども、よく見るとライトグレーというところで、素材もですね、スウェードなんですね。これが個人的に気に入ってまして、秋風がよく履いてるんですね。 着こなし全体がちょっと暗めなので、足元だけは少し明るさを立つような形にしていますが、まあ正直ですね、どんなスニーカーでも合うんですね。僕が持っているニューバランスのスニーカーでも合うし、あとはブラックのハイテク系スニーカーであるエアマックス97みたいなものを合わせて、 シャープにモノトーンっぽく合わせるのもいいかなと思うので、まあ、スニーカーは何でも合うので、そこは気分で変えていただければなと思うんですが、ポイントとしては、こういったスポーティーなマウンテンパーカーの内側に T シャツとか合わせるのもいいんですけども、スタンドカラーシャツとか、こういったものを合わせることで、少し綺麗めに振ってあげるというところ、ここがですね、できると結構ですね、大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。 ちなみにこういったマウンテンパーカーは、まあ僕はちょっとアンドワンダーという特殊なブランドを着ていますが、通常であればノースフェイスか、もしくはアークテリクスか、この2択を覚えておけばいいかなと思うので、こちらに関してもですね、動画の下の概要欄にリンクを載せておきますので、よかったらチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目の着こなしなんですが、今度はですね、 こちらのステンカラーコートをですね、軸にした着こなしになるんですが、まあ11月になったらですね、こういったロング丈のコートも、やっぱり1着は用意しておくと便利かなというふうに思っています。僕が今季ですね、よく着ているのは、こちらはユニクロ U のステンカラーコートのベージュなんですけども、これは色味がすごく綺麗なので、持っておいて間違いのない選択かなというふうに思っています。まあ通常ですね、こういったステンカラーコートだと、ネイビーだとかブラックがオーソドックスで使いやすいんですけど、 けどもその中にですね、ベージュという選択肢も一応あるんですが、やっぱりベージュというのはですね、色の雰囲気によって全然見え方が変わってくるんですね。ですので結構ベージュって選ぶのが難しいんですが、 このコートのベージュに関してはすごく色味が良くてちょっとこうくすんだ感じの大人っぽいですねベージュに仕上がっていてまあ大人の男性が着ても似合いますしブラックだとかネイビーのコートに比べると少し明るさも出せるので人との違いも出しやすいんじゃないのかなというふうに思ってますこれを軸にしながらですね内側にはですねライトグレーのニットですね ほとんどニットには見えるんですが、まあ、スウェットとニットの中間のようなアイテムなんですが、これは今季のグリーンレーベルのものですね。こういったベージュ系のものに対して、ライトグレーというような曖昧な色同士というのは結構相性がいいので、ぜひ皆さんも合わせていただければなというふうに思っています。まあ、着心地もソフトで使い勝手がいいので、これすごくですね、普段から使っているアイテムなんですが、上半身を明るめにまとめながら、ボトムスはですね、これは今季ですね、オーダーで作ったファブリ リック東京のデニムスラックスですねこれまたですね今季すごく気に入っていてよく履いているんですがこれはデニムでも全く問題がないんですがこういった センタープレスが効いてるようなものになってくるとですね、デニムでもちょっと小綺麗さが漂うので、今着てるようなステンカラーコードとの相性もいいかなと思います。まあ、上半身がちょっと綺麗めにまとめて、ボトムスで程よくカジュアル感を出すというようなコーディネートですね。まあ、これはすごく使い勝手がいいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っていますで。足元に関しては、まあ、スニーカーですね。まあ、今回はですね、デニム、スラックスに合わせるということで、そんなにカジュアルには振りすぎずに、 ブラックのレザースニーカーを合わせています。 ただこのスニーカーに関しても、あえてニューバランスぐらいで、やぼったさをちょっと出してあげるのもいいかなと思うので、好みに応じて履き替えていただければなというふうに思っています。まあ、このスタイルもですね、王道で使いやすいので、まずは着こなしのベースにしながら、皆さんのセンスで味付けをしていただくのもいいかなと思っています。例えば、今僕が中に着ているのはこういったスウェットですが、あえてパーカーを着ることで、フードを出してあげて、カジュアル感を出してあげるのもいいかなと思いますし、ボトムスを思い切ってカーゴパンツみたいなものに ってあげるののもいいかなと思うので、まあ、この着こなしをベースにしながらですね、皆さんの価値観でぜひですね、コーディネートの幅を広げていただければなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では、11月に大人に合うコーディネートを皆さんに具体的に3つご紹介させていただきました。ぜひですね、皆さんには今回ご紹介した3つのコーディネートを自分なりにカスタマイズしながらですね、着こなしを楽しんでいただきたいなというふうに思っています。ちなみにですね、僕の動画というのは台本みたいなものは一切なくてですね、本当にその場でですね、どんどん考えながらお話をしてるわけですね。コーディネートも事前に考えているわけではなくて、 撮影の数分前にクローゼットを開けてこんな感じにしようかなという形で着替えながら調節しているので動画が撮り終わるまでですねどんな流れなのか全く自分でも想像ができないわけなんですが、まあ、大人の皆さんに役立つようなコーディネートがお届けできたかなというふうに思っています、まあ、今回の動画の中で大切なポイントというのは 個性の異なるアウターを3種類ぐらい持っておくと着こなしの幅がすごく広がるということなんですね。例えば着丈の短いブルゾンですね。ジップアップブルゾンだとか、今僕が着てるようなシャツアウターだとか、こういったものが1枚あるとすごく便利ですし、それとはまた別にスポーティーなアウターですね。 マウンテンパーカーのようなものがあると、これまた着こなしの幅が広がります。そしてそれとは別にロング丈のコートですね。ステンカラーコート、このあたりがですね、秋だとか冬にはすごく使い勝手がいいので、この3パターンさえあれば結構着こなしの幅が広がるので、ぜひ皆さんにもですね、それぞれアイテムを揃えながら着こなしの幅を楽しんでいただければなというふうに思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。